ジョアンナ・サウスコットジョアンナ・サウスコットは、イギリスの自称宗教予言者である。イングランドのデボン州で農家の娘として生まれ、エクセターで女中として長く働いていた。もともとはメソジスト派だったが、1792年に超自然的な才能を有していることを確信し、応援紙の形式で予言を書き、聖書のヨハネの目白く、 第12章一節から六節の描写は自分を指しているとした。彫刻師ウィリアム・シャープの依頼により、ロンドンに来てからは、12シリングから1ギニーの料金で、14万4千人の、先民への運命を定めるようになった。64歳になると、創世紀、第49章十節の白を新たなメシアとして、生むだろうと断言した。 その誕生日は1814年10月19日とされたが、白はその日には現れず、彼女のトランス状態の形で表現された。それからほどなく、彼女は死去した。死亡日は公式には1814年12月27日とされたが、実際には、前日の26日には死んでいたらしい。彼女の信奉者は、彼女が死後に蘇えるだろうと思い、 その遺体をしばらく置いていたが、腐敗が始まったので、埋葬だけは行われた。1814年の彼女の死では、その運動は終結しなかった。サウスカティアンズと呼ばれた彼女の信者は、一時期は10万人を超えたが、19世紀の終わり頃にはかなり減少するに至った。アンエッサムという女性は、ジョアンナ・サウスコットの神聖な文書の印刷、出版及び宣伝のために、 巨額の遺産を残した。その遺言の効力は1861年に命によって争われ、その根拠として、当該文書の内容が冒頭的であること、及び当該遺像が死守法に違反していることが主張された。公平法裁判所は、冒頭的であるか否かについて判断を拒絶したが、死守法違反であり従って無効であることを認めた。彼女の予言は、 国難の時にだけ開かれるという指示とともに、ジョアンナ・サウスコットの箱として知られる封印された木箱に残され、サウスコットの予言の研究に時間をかけることになっていた24人の英国国教会の主教の立ち合いでのみ開くことができるとされた。クリミア戦争の際、及び第一次世界大戦の際に、これを開くように全教区への説得が行われた。結局、 1927年にある、高位生職者が説得されて、春巡しながらも、その箱を開いた。しかし、箱の中にはいくつかのガラクタ、鳥に足りない文書、宝くじ、馬上短銃などが入っていただけだった。サウスコットの信者たちは、これに対して、それが、偽物の箱だったと主張した。1960年代から1970年代に、かけて、 信者たちは屋外広告や新聞広告などで一大キャンペーンを行った。ベッドフォードのパナシアソサエティをはじめとする熱心な信者たちはこれらの広告で24人の主教にサウスコットの箱を開けさせようとした。彼らは戦争、薬病、犯罪や強盗、国家の困窮や難局は主教たちが ジョアンナ・サウス・コットの箱を開けるまで増え続けるをスローガンとした。パナシア・ソサエティによると、真の箱は主教たちとの会見が予定された時にだけ明らかにされる安全な秘密の場所に保管されている。サウス・コットは審判の日は2004年に来ると予言し、彼女の信者は箱の中身があらかじめ研究されていなければ、世界は何の準備もなく、 それに直面することになると述べた。パナシア・ソサエティの努力は今のところ成功していない。英国国教会は公式に箱を開けることに参加することは、この事件に不必要な一般の関心を呼び起こすことになるだろうとコメントしている。サウスコットの箱については、1970年代の空飛ぶモンティパイソンでの描写のように、イギリスでは笑いの題材になってきている。 ありがとうございます。